スナズルとは、クスノキカスナズル属のツル性寄生植物。別名シマネナシカズラ。なお、ネナシカズラは、ヒルガオカのツル性寄生植物である。学名については、日本の環境に適応し、文化した別種という説もある。日本では、小笠原諸島、九州南部、南西諸島に分布する。ただし、四国の高知県でも生育が確認された。日本国外では、 台湾、中国南部、南アメリカ、中央アメリカ、ハワイ、フロリダに分布する。主に日当たりの良い海岸の砂浜に生育する。機種は多く、日本では主に群馬ヒルガオや浜ウ等の海浜植物に寄生する。ツル生寄生植物で長さ3から5メートル。茎は直径1から2ミリメートル程度で、匍匐し、緑色から高褐色、無毛。 外見では、ネナシカズラ類に似ているが、その感触はかなり硬く、前奏に葉緑体を含むため光合成ができる。葉はリンペン用で目立たない。花は水上果樹で、長さ3から4センチメートルの果樹の先に直径3ミリメートル程度の炭鉱色の花をつける。果実は球形で直径6から7ミリメートル、色は緑炭鉱色。 熟すると合片して一個の黒色の殻に覆われた種子を露出する。南西諸島では海岸でごく普通に見られ、砂浜の海浜植物群落を覆うように、這い回ったり、頑丈の植物に絡んで崖に垂れ下がったりしているのをよく見かける。植物社会学の観点からは沖縄県の海岸に黒岩座さ砂ずる群落を認め、これは 海岸側の浜にがな浜防風群落と内陸側の草とベラ群落の間に出現するものとしている。このような群落名に寄生植物が入る例は珍しい。海外の生育地では果樹や柿などに寄生して収穫量を減らすなど問題化しており、沖縄においてもパイナップルなどへの被害を危惧する声もある。カッシュフィリンなどのアルカロイドを含み台湾及びアフリカでは 薬用として用いられる。茎は切ると、クスノキ様の好期を発する。日本には、同族に、スナズルを含めて3種が生育する。スナズルがこれらの中で茎が最も太く、分布域が広い。生育地であるカキの地方公共団体が作成した、レッドデータブックに掲載されている。AB 規制生鶴植物スナズルの生活史解明に関する調査研究とさの、 百科辞事典すなコー高知、毎日新聞地方版、2017年2月4日、同年8月17日閲覧。ありがとうございます。